イレーツ戦に3番指名打者で先発出場。カブス95パイレーツ、日時間28日ピッツバーグカブスの鈴木誠也、外野手が27日、日時間28日、敵地パイレーツ戦に3番指名打者で先発出場し、3試合ぶりの19号2ランを放った。第1打席では四球を選び、2点ビハインドの4回に、無視一塁で迎えた第2打席で、相手先発のジャレット・ジョーンズ投手から右翼、ポール際へ、技ありのアーチを運んだ。前日26日、同27日の同戦では、今季初の4安打をマークするなど、今季は、試合前時点で104試合に出場し、打率、274、18塁打61打点、オプス、832だった。8月1日、同2日のカージナルス戦では16号、メジャー3年目で、節目の通算50号に到達していた。24日、同25日のマーリンズ戦では17号、18号と、今季初となる1試合2塁打をマークしていた。フルカウント編集部。